土の子さん多分 Y ボタンの押してさ、あのカー、うん、コースコースアウトしないやつ設定したら Y ボタン何それ、あの Y ボタンコースアウト、あのアシストなんかスピードとか出たよ、あので L ボタンを押して、うん、L ボタン、はい、オッケー、それで壁ぶつかんないっす本当ダイダルさん、このあのなんか、うん、Wi-Fi みたいなやつがバツになった、それでいいってこと、え待ってバツになった、え今まで、え待ってバツになったの、今バツになった、よく分かってない、えじゃ今バツになったってことだよね、今バツになったらどうなる、バツになったら壁にゴツゴツする、あ丸になっ、アンテナが出たら壁にぶつかんない、うん、ああ大丈夫、えあのバツになってた、あじゃあ分かったね、うん、あ OK、うんうん、アンテナ出そう、うんオッケーオッケーオッケー、だからさこれそれつけるのって大体さ始めた人ばっかの人かさ小学生までの子みたいな感じのイメージがあるんだけど、いやあのこれはつけた方がいいです、うん、あの先に言っとくと土の子さん、それね、あの、はい、補助輪だよ、ん補助輪そうそう、補助輪であの壁ぶつかろうとしたら勝手にカー、あのカートがいい感じに戻してくれるなるほど、土の子さんの歴からしたらすごい屈辱的なことをされてるってことをあの頭に入れてあのこれからちょっと走っていただければなと思いますマリオカート新コース決戦、もう最終回だこれは、ごめんね、毎回ちょっと最終回だね、最終回最終回やな、うん、ね、この3人で実況するのも最後や、うん、みんな今ありがとう、なんで、なんでそんなギスギスしてんのさあ今回はね、あのレインボーロードも Wii のレインボーロードもあるということで、あそかなんかめちゃめちゃそうそ難しいステージ盛りだくさんという感じですけれども、はい、またまた前回に引き続き、ちょっとハンデを設定していただけまして、はい、トライアングルさんが4秒、ダイダラさんが3秒、あのぶつかったら止まる、ぶつかったっていうか攻撃食らったらか、攻撃食らったら止まる、サンダーとか除く、ね、青コーラとか、はい、コーラか緑コーラ赤コーラとか、まあ、とか食らった時だけ止まるって感じで、はい、そうですね、okay、それをまたお願いして、ただそれでですね、僕前回あの全然まだ太刀打ちできない感じだったので、教えていただいてあの補助輪をつけて壁に当たらない仕様にしていただいてちょっと参戦することになりました。だから僕だけちょっと壁に当たらない仕様になりました今回から。いやこれね、うん、もうマジで今まで使ってなかったの不思議なレベルだと思ういや僕としては土の子さん裏で4時間練習したことあるのに、あの、はい、屈辱的に思ってほしい、うん、で僕はマジでこのね補助輪をつけて正直かなり勝率上がると思うんだよ、うん、結構かなりね、めっちゃ上手くなると思う。そう、それを壊して土の子さんをぶっ壊したいメンタルやりたいねそれもいや僕初めてだからな、その補助輪ってやつが、いやマジでどうなるかちょっと楽しみ。僕多分癖だと思うからそれ土の子さんぶっ壊したいんで僕多分そういう癖があるから楽しみ。よーし、ということで負けない、今回こそ負けませんよということで、じゃあやっていきましょう、okay、 今回ね、はい、じゃあラスト勝負ですもんね、部屋作って、よし、お願いします。 200cc のミラーでいいか、なんでだよ走れねえよめちゃ最後の最後でグダグダになりそう全員壁ぶつかるわ、強くさ、ガン有利じゃない僕ら僕そう、確かにそうやん、めちゃ有利、確かに絶対僕たち注意争いになるからガンガン攻撃食らうしじゃあ最後のトゲゾーのカップだね。そうですね、そうやねえ、これ知らねえな、マドリードグランデ、クッパ城とかめっちゃ楽しいんな、僕結構レインボーロードとクッパ城は知ってんな。そうだ、俺クッパ城、そうだ、レインボーロードクッパ城だけだね、うん、俺も、うん、ここわかんねえな、マドリード、これでも多分配信で走った気がするんだからな俺1回だけだね、ほんと走ってからわかる、どんなのか、土の子さんは走ったことはない、うん、ないね、ないのないでもね、補助輪ついてるから大丈夫だよ確かに、補助輪の効果にもちょっと今期待してます、うん、僕は、え、恥ずかしげもなく、僕の配信とかダイダラさんの動画見たとかもない、ね、流し見だからそんな真剣に見てないと思う。そっか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 、よかった、見てないって言ったらもうぶっ殺す、おいおいおい、叩いてあげようかな、行くぞ、怒っちゃおうかなって思った、うん、本当めっちゃ走りやすくなったと思うよ多分、本当まだ難しいね、あの、ま、いつもねスピードが、フラグさん、いやこれ1位やめて、やだやだやだ、うわどうする
どうするトライアングさん、トライアングさんどうする、金払う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 、金なら、金ならある、いやぁ2、3、ごめん、なんかあの坂で勝手に動いちゃう、ごめん、オッケーオッケー、大丈夫、ブレーキしてたんだけど、くそ、金ならあるって言ったのに交渉したのダメだった、くそ、金で揺らぎそうだったわ今、あと待ってるから危ねえよ、危ねえよ、緑コーラが飛んできた、危ねえ、1周目、1位、わー、いた、人さん結構前の方にいるよね、やっぱ、いやそうでもねえぞ、6位だぞ、あの人走りやすくない、結構、でもいや、なんかやらない、ちょ、痛いよね、ほんとに関係ないじゃん関係ない、ダメ、攻撃ばっかりして、もうファイヤー、トラさんに攻撃いっぱいやられました、今トライアングルさんがやってんのメンタル壊したよ、あ、サンダー、あ、もうサンダーが、サンダーは止まりません、痛い、ちょっと待ってまだあの補助輪効果ゼロですけど今まだわかんない補助輪、このステージだと確かにちょっとわかりづらいかもしれない、壁当たってない、あ、青コーラ来てるよ、青コーラ来てるよ、ウィー、おのろ、じゃあ私はあなたに復讐しちゃおうかしら、さん、はい、パックー、危ない危ない、トライアングルさん、おい、俺を噛もうとしたろ今、くそ、あいつ仕返ししたかった今、惜しかった今、怖い今の、ほら、あ、ぶつかった、びっくりした、びっくりした、今あのさ新キャラのパックいたじゃん、パックンが今さ画面の上に来て、パックンのあのなんか噛まれるかと思ったんだけど、本当危ない、うわー、最悪や、1、2、よし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 、あ、土の子さん抜かれた、土の子さん来たか、あ、すごい、本当だ、あって、ドジョリンコーカー、あー、誰々さんにやられた、ほら、やり合い、やりたまい、やり合いよ、二人ともそう、ちょっと痛い、痛い、1、2、3、あ、だから、あ、クラッタ、赤コーラクラッタ、やばい、困って、これ、あ、俺もクラッタ、いや、待って、勝手に動く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 、1、2、なんか勝手に動くんだけど、なんか勝手に動くんだけど、なんだ、あれ、ダッシュ板踏んでた、ダッシュ板、いや、違う、なんかね、B ボタン押すと勝手に動く、あれ、もう設定間違えた、やばい、スラさんに負ける、負けた、どうだった、これおお！最後に4秒停止きつかった4、5、6これ激アツじゃん、これやべえ、補助輪感じた補助輪感じた、最後に、まあ、最後に感じられました、ちょっと待って、キノコで感じられます、ね、ちょっと待って、設定がちょっと僕おかしいかも、自動走りやってるかも、自動走りになってる、ちょっと待ってね、オッケー、多分あのさっきあの土の子さんに補助輪の教えた時に多分なっちゃったあ、なるほど、あ、自動で R ボタンです、オッケー、あ、なってた、なってた、あ、オッケー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 、これで止まれる、ちゃんと、はい、じゃあ次ロゼッタプラネット、よし、次ここ何もわからん、何もわからん僕もわからん、ここね、なんか僕ね、配信であの、もうお空に突っ込んでった覚えでしかない、落ちても止まるんだよね、俺たちは道がわかん、あ、落ちてももちろん止まる、オッケー、気をつけて、これね、あの無限の彼方へ、さあ行くぞみたいな感じで飛んでっちゃうから気をつけてます待って、これでもいい勝負じゃん、いい勝負じゃん、面白いじゃん、いや、やばいね、これラスト最終回だから、これで、しかも多分ね、ツチノコさんね、さっきのステージだと感じられないかもしれないけど、あのね、うん、細かい、細々したとこだとすごい感じる、そうだね、広かったもんな、コース、うんうんうん、そう、よし、このパックンがビビるんだって一瞬、これ画面の上から来るとさアイテムのパックンだと思って、え、これ、落とすな、えぐ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 、なんでえぐえぐえぐ、落とすな、怖い、なんだこれ、あー、落ちた、あ、そうだ、落ちてたぞ、一人、1、2、3、4、いきます、くそー、やばい、かわいそう、やばいよ、ほら、わずかだ、ほら、赤コラ取れた、あ、やこ、どこだ、これどこだ、わかんないな、ほんとだ、なるほど、ここね、やばー、なんだかんだ僕1回しか走ってないからな、じゃあ、じゃあ俺と一緒じゃん、そう、あ、これ右と左があるんだね、コース、最後、そう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 、1個、やっぱね、ダッシュボード、どっちがいいのかわかんない、ほぼね、落ちる、落ちると思った、ほぼね、言えないな、これこのコースやだな、イカスミ、やば、青コラ来たぞ待って、トゲゾも起きたの、早くない、開いた開いた開いた、よし、そして、ツチノコさん待てよ、いく、早くない、えい、1、2、3、よし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 、えい、嘘、抜かれるのも俺、ここで落ちるなよ、ここで落ちるな、ここで落ちるな、落ちたじゃねえか、そこを組むな、よしよし、あー、トラさんにやられた、危ない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 、よし、待って待って、これいい勝負しすぎ、いい勝負しすぎてる今、土の子さんを狙い、いや、めっちゃいい勝負だねこれ、俺やばいやばい、あ、土の子さん、ごめんね、あ、ごめんね、くそーくそー、怖い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 、危ない、怖すぎる、緑コーラが目の前に来た、真横来た緑コーラ、危ない、
っち行くわ。ちょ、落ちたら嫌だから。 俺こっち行こう、右行こう。あの、ダッシュ段の方やばいよ。めっちゃ落ちそうになる。おお、そんな感じなかったけどな。マジか。よー、あー、くそ。オッケー、まだ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 赤コーナー、赤コーナー、どっちどっちどっち、わー、最悪。1、2、3、4、くそー、くそー、俺まだあるぞ。俺は勝てるぞ今回は。俺は負けたくない。まだまだやだ。もうやだよ。終わりたくないよ。これは攻撃だ。いやでもこれ切っちゃったら今トゲゾウが怖いくらい。いやけど俺は持ってるぞあいつを。何あれ持ってんのか。ああっと待ってくれ。1、2、3、サンダーのせいでなくなったアイテムが。待って、ボコボコにされちゃってる。ちろこさん喋って。ちろこさん集中しちゃって。何にも喋んない。必死すぎるのは分かる。必死。次のステージ。お、行こうね。これはみんな思い出深いでしょ。いやもうスーパーハミゴンのやつね。うん、正直感動だよね、こんななんか 3D っていうかさ。いやなんかめっちゃかっこいいよねこれ。かっこいい。もっとペラペラやったのに。そう。だちょっと逆に馴染みはないかもね。そうだね。うん、ちょっと全然雰囲気が違うから。なんか音楽かっこよかったよね、ここかっこよかった、かっこよかった。おいしいか。どれ、そうかやったことないか。もう覚えてないな。スーファミやったことあるんだけど。やったことあるならあるで。あるならレインボーロードばっかりやってたよ。レインボーロード別にここやん、うん。あ、これやばい、カメックが赤持ってる。火に当たりそうで怖いっすよ。カメックが赤持ってる。いや、待って、やめて、いやだ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 、俺。1、2、3。ああ、大体当たったのか。俺が当たった。よしよしよし。そうか、ファイヤー確かに危ないな。いやー、落ちた。マグマ落ちちゃった。やばいじゃないの、俺。今回は私1位かな。私1位かもしれないね。待て、前に激だから。マジで終わる、このままじゃ。前に激だぞ、マジで。えぐいかこれ。これはいいぞ。まずいです、前だろ。まずいです、マジで。いや、これ、もうクラクション取っとこう。クラクション狙う。まずいよ、これ。トゲゾウ行ってましたよ。やー、もうトゲゾウ来た。クラクション引け。あー、引けない。まあ、4秒か。まだ、でも4秒は多分大丈夫。まだ、これ食らっても、みんな早い。1、2、3。スロコさんが2位だ。嘘。まずい。ガチで早いよ。スロコさん来てる。スロコさん来てる。赤コーラ危ねえ。あいって。よし。なんかぶつかったっぽいスロコさん。ぶつかった。やばい。ダラさん来てる。ダラさんが3位まで来てるぞ。行きますよ。いやー、まあでもまだ。これもう一発青来たらさすがにちょっとこの距離きついか。1位誰？トロちゃんね。そうよ。トロちゃんサンダーさん。俺の最強アイテムが。サンダーさんはまあいいでしょう。俺の後ろにスロコさんがいる。スロコさんが後ろにいる。なんてなんコーラにやられちゃった。ちょっとやばい。よし、やったトライガーさん見えた。お願いクラクション来て、マジで。あ、僕がいる、見えてますよ。うるそー。ちょっと待って。あー、くそー。よーしよーしよーし、きたー、きたぞ。これ勝てるかもしれない。これはいける。そしてダイナル、あー、待って、テルさん持ってかないで。お願い、テルさん持ってかないで。あ、痛い。ちょっとやめて。あ、パこれやめて。よーし、勝った。いやー、ダメか。あ、やばい、クソ、なんだ、ダイナルさん2位か。あー、オッケー、バディでゴール。ちょっと、どこでそんな差がついてたの。嘘でしょ。これ逃げ切りコースだった、ここ。これ、ここは、ここ前逃げ系な意味だ。前逃げで。よし、追いついてきた。いいかもしれない。あれ、まあ、土の子さん。あれ、ハンデは。でも、前より点高いよ。うん、前回より高いよ。うん、そうだね。もう高いよ。そうだね。大太郎さん、6秒にしよう、俺たち。6秒停止にしよう。俺たち倍？倍。まあ、僕は2秒プラス。
多分レベル同じぐらい。俺ごめん、何秒俺は。トライアングさんが6秒で、俺が6秒。え、5秒 ?6 秒 ?6 秒。どっちも6秒。どっちも6秒いく。オッケー、どっちも6秒。うん、多分ダイヤルさん多分ほぼ同じぐらいって分かったから。ああ。それぐらいでしょ。で、土の子さんを。ね、どう ?6 秒ならどう、土の子さん。よし、頑張る。これで負けたとき、土の子さんメンタルぶっ壊れるでしょ、これは。やばい、ちょっと。なんで勝てないの？いや、でも、ここめっちゃ有利じゃん。あの、うん、確かに。補助輪マジで有利。どうしよう、これやばいな。先言っとくけど、僕、攻めていこう。全ステージの中で一番ここ得意。俺、全然わかんない。覚えてマジ ?E のレインボーロード。だって、交流戦だったら絶対入るステージだから、これ。なるほどね。ああ、確かに。マジで対策しておかないといけないコース、ナンバーワンなの。なんか、Wii の頃の走り方はわかるけど。うん。あ、でも、ちょっと感覚違うかも。あのね。ね、Wii にないからさ。あのさ、あ、ちょっと説明が難しいんだけどさ。単身。まあ、いいや。まあ、諦めた説明。いいよ、諦めていいよ。全然いいよ。説明が無理だ。いや、これ、ここはやばい。6秒は超え最初は、ここなんで、マジでさ、前逃げゲーじゃん。そうだね。マジでこれ、コイン取って前逃げゲーが一番。落ちたー！うわー、バイバーイ！ 1、2、3、4、5、6、きつすぎ！俺が逃げするぞー！うわー、そしてしかもこれち、あー、バナナ当たったー！ 1、2、3、4、5、6、トラさんが6秒に苦しめられてるから大丈夫だよね。オッケー、大丈夫だよ。数えてるときは大丈夫。今、キラー食らったから。まずいよー、これまずいよ、カービィ。このまま僕が1位で逃げ切らせ、あー落ちてもうたー、宇宙よしよしよし、いいぞ、オッケー、2、3、4、頑張るぞ、6秒、やばいってマジで、やばいっしょ、ちなみに1位土の子さんです、僕、よし、いいぞ、いくぞ、これ、サンダーマジでだから、もう CP だから、いいぞ、いいぞ、あ、怖い、やめて、土の子さんを取らないといけない、やめてよ、土の子狩りしないとやばい、土下座がいったねー、やめてよー、よし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 、やめてよ、よしよしよ、まだ諦めんな、諦めんな、怖い、あー落ちた、最悪だ、あー食らった、バナナ、もう1、2、3、4、本当にもう勝てるのでは、集中するぞ、集中するぞ、一緒に輝ける時が来た、とうとう、危ない、怖い怖い怖い、やばい、これ負けるマジで早い、土の子さんやばい、1位だ、どうせ、よしよしよし、トライアングさん、で、やめてやめてやめて、仲良くしよう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 、もう怖い怖い怖い、仲良くしよう、仲良くしような、よしよし、こーえくそ、仲良くしような大田楽くん、ねえ待ってよ待ってよ、まだあるぞまだあるぞ、大田楽待ってろよ、お前今後ろにいるからだ、大田楽くん、あー大田楽くん、マジキマジキ、ちょっと待って、神田楽くん待って、マジキマジキ、なあ怖い怖い、変な人ばっかす、マジキ、相手取れねえから、マジか、取れんかった、僕もだってなんか1位になってんだけど、なんで？いや、なんで？あれ？あれ？あれ？なんで？なんで？逆になってまして、ね、なぜなぜ？ちょっと待って、俺とトライアングさん、今魂の勝者なんだけど、なんか1位になってる車しか頭に乗せた、なんで？なんで？ね、どこいんの、みんな、おかしいだろよ、僕が落ちてん、なんで落ちてんの？ちょっと俺も聞きてよ、なんでいないの？なんでいない？びっくりした、なんでいなくなった、あ、危ない危ない危ない、なんでこんな後ろになってるの、いつの間にか、いけるいけるぞ、いけるぞ、どうして、いけるぞ、これ勝てるの、どうしてだよ、ちょっと、でもまだ後ろ期待だ、ね、まさかみんなもうクリアしてんの、これ待って、じゃあなー、ちょっと1、2、3、あ、停止してる、やったやったやった、トラさんには勝ちたい、やばい、負けたなんだよ、なんで9位になってんの俺、かわいそう、おかしいやろ、ちょっと本当におかしいって、さっきまで1位になったじゃん、なんでだよ、トライアングさんごめんね、おかしいって、まあ6秒あっても全然いけるね、いけねえ、今いけたね、なんかいけの間にか1位になってたよね、なんか魂の戦いしてたの、いや本当トライアングさんと俺が最後ガチで熱い戦いしてたんだよ、やってた、マジでやってた、いや、土の子さん何が起きたの、
わかんない、なんか知らんけど1位になった、1位になったんだよ俺たちは。で、あの青コーラが来まして、はい、来た、僕その時2位だったんですけど、あの1位の爆風に巻き込まれまして、でくるくるくるってなってる間にもう後ろからどん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 なんかあのバナナとかも一緒に投げられて、もっとあの進んではバナナでくるくる、しかもあの飛んでる最中にサンダーが来てあの落とされまして、一気にもう8位9位になりました。多分神様が、はい、お前は下にいろっていう、あの落ちることはないと思ってたのが落ちましたね普通に。いやどうでした、しのこさん、このハンデで負けて、いやもう1位余裕でね、もう最後は取れたと思ったんですけど、ちょっとなぜかあの最後の方になってて、で総合でもトラさんには勝てず、補助輪もあんまり効果がなく、いやでも点数めっちゃ増えたよね。あ、確かにね、点数は増えました、10点ぐらい増えましたね。まあ確かにね、そうだね。補助輪、補助輪ありにでも慣れちゃダメよ。慣れちゃダメだね。それはよくわかります。ダウンロードコンテンツ最後の最後に補助輪つけるってどういうこと。補助輪つけてもでも勝てなかった。いい勝負だったよ、でも、うん、またダイダラさんが王冠で、ちょ強いね。今日はダイダラさんだったね。うん、強い。よかった、うん。びっくりした。もうてっきりね、トラさんやっぱ上手いから、いけるかな。いや今回この停止ルールがえぐいんだよやっぱ。いやでも言うて1秒あんま変わんないから。そうだね。だから当てたら有利だから。うん、そうだね、だからなるべく俺当たんないように注意してただ走ってたからさ今回は。個人的にレインボーロードの2周目ぐらいめっちゃ楽しかったわ。分かる。あの父の子さん動画見てマジで熱い勝負してるから、マジで本当に熱かったから。2つの画面見てマジで、うん、なんか追っかけ追いかけられぶつかり合い2人でくるくる回りながら進んだから。で、ま、2人だけを見てたらいつの間にかナンバーが1位になってた。マジでびっくりした。僕あの無言でだんだんあの10位になってこれ後で見よう、つのこさん の, とあのミニマップっていうか見とくわ。ミニマップ見とくわ。つのこさんだけ今回視点ございません。はい、はい、ません、すいません。なんかつのこさんだけね、あのちょっと取らないということで。はい。まあ、それは取りたくないと思う。いや、そう、お前らの、お前らとのなんか、あのひどいプレイなんで僕。お前らとの記憶なんか取りたくない。そんなお見せするほどのプレイじゃないよ。いやいやいや、楽しいじゃん。いや、楽しいね。うん。つのこさん、最後に。はい、グランドフィナーレお願いします。あ、はい、わかりました。いやもうここね、このシリーズ結構やりまして、僕もねあの4時間ぐらい頑張ってなんとかね2人に追いつこうと頑張りましたけれども、一度も1位は多分取ることはできず、ダイダラさんとトラさんはやっぱ強いしうまいなと思いました。はい、今回もねダイダラさん1位だし、またねあのマリカーでも新しいのが来たら一緒にね、うん、勝負できたらいいななんて思います。その時はね僕もちゃんとまた練習して頑張りたいと思います。ありがとうございました。ちゃんとやっとけよ。あの補助輪卒業してよ、ね、補助輪はもうすぐ卒業してね練習します。マリカー生放送してちょっとレート一番目指す配信して、ね、そうだよ。そう、土の子さんに足りないのね、あの、うん、声、あのリスナーさんの声っていうかさ、生放送やりながらアドバイスもらってやっていくのよ。はいはい、その要は大事大事、そう動画でそこ、ここの 何秒の部分とかじゃなくて、その場でこうこうこうでしたよって走ってるとこ見して、なるほど、いけないです。でここショートカットできますよとかさ、じゃその後タイムアタックちょっと練習してみたりとか。そう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 。なるほど、うん、新しいのが出たときはもう今作やらないよ。はいはい、わかりました。次やりましょう、次。もう絶対これ明日やるって言ってやらない人だもん。次は次回作で、次回作でやりましょう。次回作でやりましょうか。じゃあはい、というわけで皆さんご視聴いただきました、はい、ありがとうございました。またマリカーとかでお会いしましょう。おつくばよ、おつくばよ。最後まで見てくれてありがとう。いや古いですね。じゃあ今だよ、今だよ、土の子さん。あ、土の子さんの今のエンドカードだよ。そう、ダイダラさんの昔のおすすめ動画も見てね。ぽよよ。いや僕上げてないんだからちょっと。確かに。だから代わりに僕がエンドカードして。あ、ありがとう。ありがとうね。バイバイ。バイバイ。バイバイ。